今日はコーヒーを買い忘れているので、朝はお茶です。うん、美味しい。近所にイタリアンのお店ができたそうなので行っていきたいと思います。今から行くイタリアンはこの画面の中央ずーっと拡大してここです。歩いているとカメラがお腹に当たるんですけど、お腹が空いてて好きっぱらなので結構辛いです。なんか作られてます。たどり着きました。車いっぱい止まってて大人気。すごいおしゃれ、人もいっぱいでした。行ってみます。イタリアンのヒッコリーさん、美味しかったです。ランチ1200円であのボリュームはめちゃめちゃお得なんじゃないでしょうか。ごちそうさまでした。で、目の前が海っていうめちゃくちゃ好条件。テラス席もあるようなんで、天気のいい日は使ってみたいと思います。